花園カフェに来ました。じゃーん、看板からも可愛い、めっちゃインスタ映えスポットらしいので楽しみです。階段もねめっちゃおしゃれ。あ、すごい、なんか絵とかありますよ。ほらすごい、見えてるかな。これドリンク持ってここで写真撮ったらめっちゃ映えそうです。うわすごい、すごいよ。ほら絶対インスタ映えしそうな美味しそう。これ下なんなんですかね、カフェラテ。で、いちご、あ、そういうことか。ピンクフランボワーズ味のミミラテシューで、はい、これにしました。一番人気らしいです。美味しそう。なんか耳ラテ臭テイクアウトもできるらしいんですよ。一緒に友達とかとテイクアウトして大自然の中とかでね映えたり、お家に持って帰っても食べれるし、めっちゃいいですね。神戸はちゃんと遊びに来るのはめっちゃ久しぶりかもしれないです。お仕事とかで来るときはあるんですけど、そう、学生の時は帰り道に寄ったりしてめっちゃ来てました。遊びにインスタ映えスポット巡りめっちゃしてましたね。やっぱり高校生ぐらいの時とかはめっちゃ行ってますし、また帰り道にほんまにちょっと映えに行こうみたいな感じで言ってめっちゃ食べてました。私ここ一回来たことあって、めっちゃ前なんですけどその時はなんかいちごのパフェみたいなやつ食べて、めっちゃ山盛りいちごの積み上げられてて、そう、めっちゃ幸せやった記憶がある。でもめっちゃ美味しかった桃パフェ、今は桃らしいあ、来ました。ちょっと見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃーん、すっごい見て、ボリュームが顔よりでかい、めっちゃ、すごい。しかもなんかいちごみたいな下にも入ってる、美味しそう。映えですねおしゃれカフェ、いただきます。ちょっと待って、絶対口開かないめっちゃふわふわ。なんかシューって聞いてたからパリパリかと思ったら、なんかふわふわ系でめっちゃ美味しい、食べやすいです、甘すぎない。いただきます。めっちゃ合います。あんまり甘くないから、これと相性めっちゃ抜群、美味しいめっちゃキンキン持ってる手が凍りそうなぐらい冷たい。真夏に持ってこいですねこれ。でも友達と遊びに行くときはあのトークメインが多いから、カフェとかねゆっくりもう何時間も喋るみたいなのはよくやるかもしれない、うん、同期の子はやっぱり仲いいですね、すごく。今も少ないんですけど
6人いるので、それはすごいみんな仲良しで、みんなでお出かけしたりします。そういえばこの番組はですね、関西の魅力をお伝えして皆さんに行きたいな、住みたいなと思ってもらうためにスタートした番組なんですけれども、今月はまた私 NMB48 のシンシーことシダーナが担当させていただきます。嬉しい。皆さんチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。いいねいいね。いや、こんなおしゃれなね空間で美味しいねインスタ映えのもの食べれてもほんまに嬉しい。これみんなもぜひ来てほしいです。花園カフェさん、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。この後は神戸の街を散歩したいと思うので、そちらもよろしくお願いします。行ってきます。わあすごい、もうカフェで美味しいものを食べ終わってからお散歩に来たんですけど、めっちゃ天気いい。やばい、めっちゃ暑い。でもね、神戸の街並みはめっちゃおしゃれやから、普通に歩いてるだけでも映えますね。テンション上がります。神戸は毎日通ってた場所なので、すごい思い出はいっぱいありますね。もう学校帰りにここ行ったなとか、いっぱい思い出が詰まってる街です。ポートタワーのあるメリケンパークに来ました。すごい、めっちゃ景色がいい。海も見えるし、いやこれはいいですね。よく来てたのでちょっと馴染みのある景色ですね。ここは友達とかとそれこそインスタ映えしてました。こういう海とかのある場所とかで撮ったり、あ気持ちいい。なんか海近いから暑いけど風がめっちゃ来て気持ちいいです。よいしょ、あ気持ちいい。あリラックスできますねここ。あめっちゃ風吹く、風が気持ちいい。あいい、落ち着きますね。あの後ろに見える赤いやつ、皆さん知ってますか？ポートタワーなんですけど、神戸といえばポートタワーっていうイメージがやっぱありますよね。これ最高や。あ夏にはやっぱここの場所はちょっとね涼めて気持ちいいので、ぜひ来てみてほしいなって思います。おすすめです。なんか目の前にモアイ像モドキ的な的なやつがあるんですけど、ちょっと行ってみよう。おーあれなんなんやろ、面白い、すごー。シンシン2個3個分ぐらい 2.5 個分ぐらいのサイズです。神戸海援隊ぜひこちらです。このモアイみたいな石です。石たちです。今は映えスポットの撮るために並んでます。ここはいつもねちょっと列ができるぐらい人気スポットになってて、でもめっちゃ映えます。楽しみ。散歩中にめっちゃいいものを、ぴったりなものをゲットしました。あー絶対気持ちいい、これ飲んだら。うん、あ美味しい。これね、海を、いい景色を見ながら、海を見ながら飲む飲み物最高ですねやっぱ。うん気持ちいい。今回は神戸の街をお散歩して、たくさんいろんな場所を巡らせていただいたんですけど、次回もねまたたくさんの場所に行かせていただけると思うので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。
そしてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまたねー。